激突リッチマンド、リバウンドサボニス、サボニス今日は頑張ってますね、はい、ソビエト突っ込んでいきます。7番シュートマーチャネルス、そして鮮やかシュート決まります。そうですね、今のところはのチコネンコスピードで互角に戦ってるんですね、はい、そうですね、はい、それが今7対4とリードしている原因ですね、はい、これまでスピードはむしろアメリカのね、はい、お家芸という感じがありましたが、サボニスが今日は違いますね。そうですね、それだけに本当に面白い、はい、アメリカ4番はリッチモンドシューターですね。アメリカはもちろんもう大学生主体です。12番がマジャール、アメリカの中ではここまでナンバーワンの得点をマークしています。マジャール、そのままいきます。リバウンドサボニス、サボニスが随分リバウンドを今日は取っています。取ってますね。ソビエト5番ストソックガード、ゆっくりサボニスが今フロントコートに入ってきました。アメリカは例によってマンツーマンか。そうですね、マンツーマンですね、はい、そうです、そうです、はい、非常にプレッシャーのかかったマンツーマン。スリーポイント来ましたね。7番ですね、マーチョレニス、ね、7番マーチョレニス、このマーチョレニスがソビエトナンバーワンのシューターです、はい、そうですね、ここまでの6試合で105ポイント、はい、フィールドゴールの成功率が 71% というんですから、すごいですね、素晴らしい数字です、はい、スリーポイントだけじゃないんですね、はい、力強いドライブインが見事ですね。そうですね、うわー褒めたら今反応は一問のプロでしょう。おー、ファール、7番のマーチョレニスのファール。前半まもなく4分になります。よくですね、2対1のケースですね、はい、日本のプレイヤーはよくあるんですけどね、パスを先に考えながら、パスができなきゃシュートとくるんですね。しかしながら今大会出てきている選手は全部違いますね、はい、まず自分のシュートですね、本当にできなくなった時にパスですね、この違いはやっぱり大きいですね、やはりこの方がいいですね、はい、強引ですね。まず中村さん、アメリカがタイムアウト取りましたね。そうですね、はい、前半4分アメリカが最初のチャージタイムアウトを取りました。10対4とソビエトが6点リードしています。アメリカのチームファールは3つ、ソビエトは2つです。あのですね、ディフェンスのですね、これはハリバックですね、はい、サボニスがリバウンドを取って思いがけ今までのソビエトのですね状態よりもスピーディーなゲーム展開してきてるんですね、相手側は、はい、これに対して自分たちが最初に立った作戦とちょっと違うわけですね。それですかさずタイムアウト取ったと思いますね、はい、それ確認したと思いますね、はい、ソビエトの戦法がちょっと違うんだと、こうなんだということをしっかりと認識させたと思いますね、はい、なるほど。アメリカが相手のチームで先に作戦タイムを取ったのはもちろんこのオリンピック初めてです、はい、アメリカは過去オリンピック10回の出場でそのうち9回の優勝、その唯一優勝を逃したのがあの1972年のミュンヘンのソビエトとの決勝戦です。アメリカのオリンピックのバスケットの戦績を見ますと、なんと一昨日の準々決勝まで83戦して82勝1敗、はいはい、負けたのがオリンピックであのミュンヘンの決勝戦、最後土壇場のソビエトの逆転劇の1敗だけです。サボニス、強敵が強いアメリカ、サボニス、そうですね、おっ、これはノーカウント、シュートの前にファールがあったということですかね。そうです、バスケットカウントではありませんね、はい、サボニスに対するファールです。マンツーマンディフェンスやってる時にサボニスがブロックに来たんですね、はい、ガードにですね、そしたらガードがスイッチしたんですね、はい、ガードセンターがアメリカのですね、そうするとミスマッチになるんですね。一番大きいサボニスに、アメリカで一番小さな清水ですね、はい、5番、183センチがついたんですね、はい、すかさずロビンソンが出てきましたね、はい、ロビンソンが2メーター13センチコートに戻りました。アメリカ、うおっと激しいプレー、今のはファール、アメリカ取られます。アメリカの14番のターマンリードがサボニスを吹っ飛ばしましたね。今彼はですね、もう何でも来るんですね。今見ましょうね、映ってますかね、ここ来ましたね、ここです、いやー、2m23 センチのサブリスが思わず吹っ飛びました。もちろんファール、口だけ多いんですね、はい、彼はサイドアウトはゾーンなんです、はい、2、3のゾーンなんですね、はい、取りましたね、スティール、さあゾーンから速攻に行くか、しかしソビエトが戻ります。リッチマン、そして5番がスミス、そして14番がバンバース、これストロングに、これはノーゴールでファール、ノーゴールでファールです、ノーゴールでしょ、カウントは認められません、ソビエトのファール。ワンプレーワンプレーに大歓声と、そしてまたブーイング、今日もこのサイス体感は米ソの対決に、ま、応援団真っ二つという感じです。ハーマンリードいうのは気が強いですね、すごいですね、14番、はい、これスミスを下げましたアメリカ、代わりに6番のコールス出てきました。この選手、
おっリッチマンド危ない、ほらソビエトだ、ソビエトスティール、サボニス、うわ見せます見せます、華麗なパス、サボニス、非常に今日のソビエトはここまでの戦いとまるで違います、強いのは、はい、これはノーカウント、アメリカのファウル、両チームともファウルが混んでいます、アメリカこれでティーンファウル6つ目になりました、そうですね、特にアメリカは多いですね、でもアメリカはいつでも多いですね、はい、あの激しいディフェンスするんですね、激しいディフェンスを代表として来るんですね、このファウルの、はい、本当多いですね、そして前後半40分ベンチにいる12人ほとんどみんな使うんですね、そうですね、はい、果たして今日はどんな采配を見せますか、アメリカはジョージタウン大学のジョン・トンプソンヘッドコーチ、ソビエトスリーポイント、おっボールはアメリカノーファール、10番のコーテネテスですね、はい、あの昨日おとといですか、おとといのブラジル戦も当たりましたね、そうでしたね、あの彼が今出てますね、スリーポイントの名手ですね、10番はコーティネーテス、あの神戸ユニバーシアードの時のベースの対決の逆転のスリーポイントゴールを決めた選手で、はいはい、見事でしたね、はい、今大会ももう15本のスリーポイントシュートを決めています、さあ今度はアメリカ、ナイスプレーはアメリカ、ダン・マジャール、あアメリカのゾンプレスだ、ゾンプレス取った、さあ来ました、これ来ますかね、うわリバウンド、リバウンド、ファウル、サボニスの前で、サボニス、ファウル、サボニス2メーター23センチ、そしてロビンソン2メーター13センチ、今ですね、なんといきなりアメリカがゾンプレスに来た、そうです、仕掛けてきまして、それに引っかかりました、まず6番のコールスで、これをリバウンドダンクと行きたかったんですが、サボニスのファウル、しかしですね、コールス186センチ、サボニス2メートル23の前でゴール下でですね、はい、あそこで勝負に行けるんですからね、すごいジャンプ力ですね、はい、もちろんツーショット、デビッド・ロビンソン23歳です、もうアメリカを代表するセンタープレーヤーの1人、そうですね、もう数々の記録を塗り替えました、 NCAA では大学選手権では塗り替えました、そして昨年ドラフト1位に指名されておりますが、現在兵役中でありましてプロには入っておりません、アメリカはそういった選手も含めて大学生主体のチームです、さあ前半5分30秒経過、スリーポイント、コーティネス、ファウル、ファウルは8番のアメリカジェラ・グレイヤー、アメリカのティーンファウルはこれで7つになりました、一方ソビエトは4つです、前半残り時間は14分16秒、ソビエト先行しておりますが非常にロースコア、まだ10対9です、両チームともファールも多く、スリーポイント鮮やか決まった、さすがですね、はい、ソビエトスリーポイント、これが今日2本目、前半残り14分、強引にいった、これはオフェンスチャージング、アメリカ6番コールス、オフェンスチャージングでアメリカ、これでティーンファールは8つになります、コールスのファールは1つです、これがオフェンスチャージング、そうですね、オフェンスですね、ちなみに今日のレフェリー2人はスペインとブラジル、はい、そうですね、今のでもソビエトのですね、5番のソッカー、そこで転ばないところがいいですね、倒れないところがいいですね、さあ狙うか、スリーポイント突っ込んでいく、そしてパスアウトして狙います、スリーポイント、うん決まった、レイモンド・マーチャレンス、ソビエトではナンバーワンのシューター、今日2本目のスリーポイント、はい、そうですね、私はね最高のオフェンスパターンだと思いますね、ゴールにですね直線的にドライブするんですね、そしてディフェンスを引きつけておいて中に集めておいて外へ出して、はい、悠々とスリーポイントシュート、そうです、ね、これはいいオフェンスですね、今度はショットロビンソン、リバウンド、ロビンソン決まります、いやー2メーターを超える空中戦で、さすが、あの3メーター5センチあるリングが、はい、本当に低く見えますね、そうですね、本当そうですね、リングの上の戦いという感じがいたします、サボニスとロビンスの争いはすごいですね、豪快だ、はい、得点16対11、ソビエト依然5点リード、前半残り13分です、72年のミュンヘンオリンピックのあの決勝戦以来、実に16年ぶりオリンピックでのベースの対決、準決勝です、破ってパスをしたいですね、破ってパスをしたい、いや今外へ出すべきですね、ちょっと無理でしたね、そうですね、止まって外へ出せよ、さあアメリカ逆襲ですが、ソビエト3人戻る、来ます、戻ります、ダン・マジャール、アメリカでは現在最もポイントを上げている選手、12番マジャール、6番ドリブルはコールス、大学3年生、そしてロビンソン、現在マニュエルはベンチにいます、アメリカ8番はグレイヤー、そしてマジャール、スリーポイント、マジャール、うわ
リバウンド、コールス頑張る、リズムがない、ああボールはアウトバウンド、ソビエトボール。マジャールはちょっと今日ですね、力んでますね。リズムのないところで無理して今日本のシュートをしましたね、はい、マジャールはここまでアメリカで最も得点を86ポイントを上げておりまして、フィールドゴールの成功率これも 70% という素晴らしいシューター。コーディネーテスへのファウルはアメリカです、ね、14番のリードです。アメリカすでに8ファールを超えて、7ファールを超えて、これがティーンファール9つ目。今はシュートモーションに入っておりましたので2ショット、ソビエトのですね、今8番取られましたね。グレイヤーがファール取られたんですね。電光掲示にはグレイヤーと出ましたがね。14番の、あこの時にファールですか。そうですね、そうですね、8番の方がファールですね、そうですね、はい、グレイヤー2つ目のファールです。ソビエトのですね、3ポイントシューターは全部ドライブイン付きなんですね、だから非常に守るのに苦労するんですね、こうでなきゃダメなんですね、はい、ただシュートだけ打ってりゃいいんじゃなしに、シューターは必ずドライブもうまくならなきゃダメだということを、はい、ソビエトの選手は教えてくれますね。フォーティネイテスのツーショット決まりまして、その差は7点です。ソビエトが先行するゲーム展開で、非常にこの前半から後半にかけてこの試合接戦、大接戦がこう何か予感されるような、予想されるような立ち上がり、アメリカワンゴールを返しましたアンダーソン。この人のワンオンワンは柔らかくて非常にうまい、はい、ジョージア大学なんですね、はい。さあソビエト外を回して破って、はい、そうですね、あっとリバウンドもったいない。現在ソビエトはサボニスをベンチに下げました。大きな14番はまたベレストロニーが出ています。 2m14cm、 応援スタージングですか。ストップした時にですね、左腕でですねベースを押したんです。ここですね、ここですね、10番のアンダーソン、はい、ここでもうファール取られて、そうですね、今日はちょっと厳しいですね、これでアメリカはオフェンスファール2つ取られました。フィンファールは10個です。ただこれはその時の審判の癖をですね、早く見抜かなきゃダメですね、はい、ソビエト、ボルコフのシュート、その差7点、ソビエトリード。高いところへ強引に行って、突っ込んでいきます、技術、スミス、シュートの技術、183センチしかないんですよね、はい、そうですね。さあアメリカまたオールコートに変わった、ご覧の通りオールコート、前半残り間もなく10分になります。ソビエトが先行しています、5点リード。さすがソビエトですね、このディフェンスを今のところ気にしてない、はい、シュート、そしてスリーポイント、これです、このパターン鮮やか決まった、はい、またまた10番のコーディネーテス決めました。これでソビエトのスリーポイントシュートは4本です。あーいいですね、したがって23点のうち12点がスリーポイント、はい、これシュートだ。今度はお返しか、アメリカリバウンド、ソビエト、コーティネーです。ソビエトが非常にいいリズムになってきました、オフェンス、はい、7番マーチョレインス、そして5番はクロソック、ゆっくり攻めるときはもうゆっくり時間をかけてですね、はい、チームプレーをしっかりやるんですね。今度はコーティネーです、突っ込んでいく、そしてパスアウトして、またチャンスを伺うソビエト、クロソック、打つか、コーティネーです、自分で突っ込んでステップからでしょう、いいリバウンド、いいリバウンドだ、いいリバウンド、うわ落ちた、もう一回か、もったいない、さあ来た、アメリカ来ました、スミス、今度は無理はしません、そしてカットインしてきた、おっとその前にファウル、その前にファウルがありました、ソビエト、ソビエトのティーンファウルはこれで5つになります。アメリカはもう前半10個です。ソビエト7番マーチョレンスの2つ目のファウルで、ここでまた14番の2m14cmベレストロニーが出まして、サボニス登場してきました。ソビエト前半残り9分49秒です。準決勝には第1試合がこのアメリカソビエト、そして第2試合はユーゴスラビアとオーストラリアが残っております。今年のソウルオリンピックはバスケットは男女とも準決勝4チーム全く同じ国、はいはいそうですね、そして全く同じ組み合わせで準決勝が行われております、はいはい、昨日は女子のアメリカソビエトはアメリカが勝っていまして、女子の決勝は明日はアメリカ対ユーゴスラビア、男子は今日準決勝、決勝は明後日です。ソビエトリード、その差は7点、サブニスから、サブニスの壁を使ってちょっと遠かったか、リバウンドアメリカ、
スミス、プレイヤーからそしてロビンソン、ロビンソン、マーキセル、ソボニス、スミス、2メーターを超える戦い、ゴール下、スミス、ロビンソンのところでやりたいところですね、これは。ロビンソンどうする、パスアウト、スリーポイント、決まりました、プレイヤー、プレイヤーのスリーポイント決まりました、アイオワ州立大の4年生、これで今大会スリーポイントは、プレイヤーは3本目、今日はアメリカチームにとっては初めてのスリーポイントショット。それだけに大きいですね、はい、あのソビエトにスリーポイントをどんどん入れられてますからね、このドライブなんです。そしてサボニス、そうなんですね、マーチョレニスですね、7番のですね、左利きの独特のドライブですね。そうですね、はい、シュートを打つだけじゃないんです、入れるだけじゃないんですね、はい、素晴らしいですね、チャンスメーカーでもあるんですね。何かこのアメリカ戦に戦力を温存したような、この今日のソビエトはこれまでの試合とは出来が違います、はい。サーボニスのファール2つ目、そうですね、あのサーボニスのですねファールを誘うようなバスケットなんですね、ここですね、ロビンソンがあそこでですね、気の弱い選手は逃げるんですね、ターンして逃げていくんですね、しかしロビンソンは肩を入れて向かってくるんですね、これは技術なんですね、この時には大抵ファールをもらうか、あるいはバスケットカウント、あるいは2点というふうに必ず効果のあるプレーにつながっていくんですね、はい。デビッド・ロビンソン、アメリカは900を超える NCAA に加盟しているバスケットのチームがあります。毎年その全米ナンバーワンを決めるトーナメント、リーグ戦が繰り返されておりますが、その NCAA を代表する選手のロビンソン、マニングという、まあ、去年と今年の最優秀選手がこのナショナルチームに加わっております。最強に近いメンバーを組んできましたアメリカ、それでも学生主体のチームであります、はい。またアメリカ取られましたか。そうですね、こちらから見るとファールのような感じだけれども、10番のアンダーソンがファールで、これが場内ブーイング、この時ファーッと手に引っ掛けてますかね、ちょっと右手を、でもちょっと厳しいですね、厳しいですね、逆にオフェンスが寄ってきてますね、しかしドリブルとしたらいいドリブルですね、はい、さっきのロビンソンのプレーと同じなんです、マーチョレニス、あそこで巻き込むようにですね、デンソンを巻き込むように肩を入れてグーッと入ってくると、あれにデンソンは対応できないんですね、はい。アンダーソン2つ目のファールでベンチに下がりました。前半残り8分33秒、8分33秒、これはワンエンドワンスローになっています、まあ、アメリカはもう10ファー、失礼、11ファールになっておりますね、前半ワンエンドワンスロー、2投とも決まってソビエト27対21、その差は6点です。アメリカのロビンソン、ソボニスとの戦い、さあどっち、おっと10番が手を挙げております、ソビエト、コーディネーテスのファール、これでソビエトのチームファールが7つになりました。ソビエトも7つになりました、はい、しかしフリースローレーンから一歩でゴール下ですからね、長い足ですね、それでこの身長でですね、はい、あれだけ重心がやっぱ下がるいうことですね、2m13cm 103kg、デビッド・ロビンソン、アメリカボール、前半残り8分23秒、アメリカソビエトの準決勝です。アメリカは過去10回のオリンピックの出場、9回の優勝、一方ソビエトは過去8回のオリンピック、優勝はミュンヘンの1回だけ、ナイスフックショット、お得意なフックショット、しかも左手でフックショットを決めましたロビンソン、その差は3点、じりじりっとアメリカを追い上げてきました。サーブニス、13番が出ているソビエトはコンチェス、さすがロビンソン長く出てますね今日は、はい、まあ、ジャールがついて、うわー、ちょっと半分でした、サーブニス勝ったアメリカ、さあどうするか、スミス、うまい、うまい、マジャールカウント、バスケットカウント、ファウル、スミスはうまい、よくやりますね、はい、5番チャールズ・スミス、トリックプレー、トリックプレーをするんで、ここですね、ここで打ったふりをして、でマジャールが入ってきて、はい、ちょっとしたショータイムですねこれは。これは見せましたね、お客さんも大喜び、バスケットカウントワンスローです。ソビエトは今ベンチに下がった7番のマーチョ・レニスが3ファールになりましたね、ポイントゲッターマーチョ・レニスは3ポイント、7番は今出てますよ、まだベンチに下がってませんね、はい、出てますね、スリーファールで、ファールは今度はコーディネーテス、失礼、コーディネーテスに対するオーグマンのファールがありました、はい、
両チームともファール目立っておりまして、アメリカのチームファール前半12個目、ソビエトは8つです。同じファールにしてもこれはつまらないファールですね。セブンファールやってる中でやるようなディフェンスではないですね、はい、アメリカらしくはない、はい、せっかくいいプレーの後であのようなディフェンスをやっちゃダメなんですね、はい、さあこれでまた1点勝ち越しのソビエト、前半残り時間7分40秒、2点リードに変わりましたが、アメリカが追いついてきました。ここでスローダウンして、はい、そうですね、これからコントロールするんですね。このチャールズ・スミスのドリブル、はい、非常に理想的なやはりポイントガードですね。ジョージタウン大学の3年生、ナショナルチームのメンバーでただ一人ヘッドコーチのジョージタウン大学のジョン・トンプソンヘッドコーチの、ま、教え子が一人選ばれております、はいはい、そうですね。いいパス、うわーサーブミス、長い腕、いそしてこのパス、そうですね、サーブミスはパスが一つ一つ見せますね、はい、ボルコフリバウンド、ソビエト1ショック、7番ポイントゲッターマーチュルニス、スリーポイントシューター、サードをするか、サボニス、サボニスはロボスト、ロビンソンがマーク、そうですね、ここでサボニスが1本欲しいですね、はい、ロビンソンの前で、はい、サボニス、ちょっと動きが止まっている、そうですね、外を回っている、あと制限時間5秒、サボニス、ナイスパス、いや、来ました、サボニスへのナイスパス、ちょっとロビンソン油断したかどうか、制限時間ギリギリいっぱいにサボニス決めました、今日はサボニス、好調といいますか、6ポイント目立っています。これが弱点ですね、サボニスはあの上についてこれないんですね、はい、あっスクボール、いやー今かわいそう、今かわいそう、あれは意図的じゃないんですね、偶然ただ当たっただけなんですね足に、その場合はいいわけですよね、いいんですね、ただ、審判が取りまして場内からブーイング、ま、地元韓国は男女ともにこの決勝トーナメントには進むことができませんでしたが、はい、本当にバスケット熱のありますこの韓国、しかもソウル市民の、ま、最大の楽しみはこのバスケットボールということで、はい、明日は女子のファイナル、そして明後日男子の決勝戦ですが、お返しだサボニス、ボスよくファール取られなかったな今のは、ナイスショット、スリーポイント、ライモンド・マーチュルニス24歳の学生です、193センチ、ソビエト前半残り6分、今日マーチュルニスは3本目のスリーポイントシュートを決めました。ロビンソンが外に来る、ここをつけないんですね、サボニスはここつけないんですね、このハイポストのところでロビンソンボールをもらうんですね、11番、あ、11番のアメリカオーグモンがオフェンスファールをまた取られました、アメリカ今日3つ目です、あ、交代でしょうね、あの、はい、非常にあのつまらないミスをですね、ディフェンスもオフェンスもやりましたね、ここで押すんですね、あの、はい、左端ですね、まあ、オフェンスファールですので、これはワンエンドワンスローではありませんので、はい、サイドからのスローインに変わります、あの意外な展開なんですね、だからアメリカの選手に焦りがありますね、ワンスリーワン、ワンスリーワンのトラップ気味ですね、これしかスリーポイント来ますよね、当然ですよ、コーティネイです、うん、これは当然でしょう、どんどん来ますソビエト、コーティネイト自身は2本目の今日スリーポイント成功、37対29、一旦追いついたアメリカですが、またソビエト8ポイントリード、前半残り時間5分30秒、ここまでは外へのからのシュート力の差ですが、どうでしょうか、あ、そうと思いますね、はい、逆に言いますと中村さん、はい、アメリカはロビンソン、おっと危ない危ない、ソビエトボール、さあこれ立ち上がった、立ち上がりました、アメリカのトンプソンヘッドコーチ、今怒りましたね、今ちらっと画面の左に見えました、長身の右の肩に白いタオルがヘッドコーチ、おーシュートブロック、ロビンソンのシュートブロック、怒りのブロックだ、さっきのパスミスの、ここから手が出てきます、これまたゾーンですね、ゾーンはスリーポイントが怖い、高いリバウンド、おまだ来ます、ソビエト頑張った、決まってません、ソビエトリバウンド練習、さあまたスリーポイントいくか、さあまた怖いですよね、これは怖い、またスリーポイント、コーディネーテス、はい、今度は落ちました、さあ来ますよ、アメリカ速攻いくか、スミスからカットインした、マジャール、リバウンドもう1回、12番はマジャール、ダン・マジャール、セントラルミシガン大の4年生196センチのポイントフォワードとでも申しましょうか、はい、非常にそのディフェンスもオフェンスも優れた万能選手であります、今のすごかったですね、2回あのゴール下の争いですね、すごいリバウンドの練習ですね、バスケットの一つの楽しみですね、はい、肉弾戦ですよね、非常に、おっと危ないバックパス、いやバックパスにならずですね、これはシュートだ、スリーポイント、コーティネイテス、
もう一回じらしてナイスパーノーマーク、4番ボルコフノーマークショット、その差は8点です。その差は8点、前半残り4分を切りました。非常に時間の経過が早く感じられます。そうです、前半残り4分切ります。この人がジョージタウンのジョン・トンプソン監督です。ジョージタウン大学を率いておりまして、まあ、大学時代の勝率が 70% を超えているというヘッドコーチ。そうですね、最近であのユーイングを用いてですね、はい、全米ナンバーワンになってますね。それからモントリオールオリンピックの時のアシスタントコーチでもありますね、はい、非常にあの指導力をアメリカでも高く評価されてますね、でここでアメリカが2回目の作戦タイムを取りましたね、はい、アメリカここまで非常に素晴らしいディフェンスで、はい、マンツーマンでピタッとマークして相手にスリーポイントシュートをあまりこう楽に打たせなかった、はいはい、このディフェンスはどう見たらいいですか。あのそうですね、今ですねあの悪くはないんですね、はい、悪くはないけれども今ディフェンスを守る前にソビエトに縦に突進されていくんですね。縦に突進されていくからそれには要するに対応できないんですね。それにみんな集まって空いてるところにパスを出されて外からきれいに悠々と入れられてると、私はソビエトのオフェンスが今アメリカのあの強いディフェンスを勝ってると思いますね。前半残り3分43秒、男子の準決勝です。ミュンヘンオリンピック以来16年ぶりにオリンピックでこの米ソの対決が実現しました。準決勝6点差ですね。さあそろそろアメリカに強いディフェンスを来ました。オフコート、はいですね、もっと軽く見ていきますね。軽く見ていきますね。これまではポイントポイントになりますとゲームのこのオールコートのまあゾーンプレスのような形で相手を封じ込めましたアメリカ、はい、さあここで本当はサボニスに欲しいんですね、はい、あのスリーポイントがちょっと落ちてるからサボニスのところが欲しいんですね。行きましたね、やはり来ましたね。いやーすごい、ボードの後ろ側からジャンプして、そうですね、2メートル23、長い腕を伸ばしてのショット。そうですね、大きいだけじゃなくてそれ器用ですね、はい、これますかね。いやーちょっとうんとファール、リバウンドに対するファール、ソビエト、アメリカのハーマン・リード、 JR リードとニックネーム言われておりますが、はい、このハーマン・リードが強引な攻めを見せます。そうですね、そのリードに対するファールでしょう。しかしオフェンスファールと紙一重のところのプレーなんですね。そうですね、ソビエト今7番のマーチョレンジじゃないですか。ファールがえ4ファールになってますよ。これは痛いですね。4ファールですね、はい、今マーチョレンジがベンチに戻りました。スリーポイントシューターポイントゲッターのこのマーチョレニスが4ファールです。これがですね違いなんですね。アメリカのベンチはですねマニングが2つやったらもう出てきませんよね。そうですよ、もう後半に残しますよね、しかしソビエトは違いますね。リードしてるのに3つファールやっててもポイントゲッターを使ってると、うん、それで4つ目のファール、これはどっちがいい悪いの問題なしにこの場ではアメリカの方がうまくいったということを言えると思いますね。今おっしゃった12番を13番をつけてこの後当然出てきますがダン・マニング、今年の全米ドラフトナンバーワンの選手となります、まあ、オリンピックイヤーでありますので、まあ、すぐにプロ入りをせずにアマチュアということでこのオリンピックに出場しておりますダン・マニングは現在2ファールでベンチにいます。したがってアメリカは飛車角の飛車落ちという感じの今のメンバー、強引に突っ込んでいきますソビエトですがアメリカのファウルを誘います。前半残り2分43秒、41対35、ソビエト終始リードを奪って6ポイントリード、14番のリードのファールは2つ目です。さすがでもソビエトですね、7番のマージョレニスが引っ込んだら今度5番のソックがドライブで、誰かドライブする人いなきゃダメなんですね、はい、すかさず来ますね。さあその差は8点と広がりました。さあアメリカ5番はチャールズ・イースミス、そしてロビンソン、マジャーインサイド、狭いところでインサイドインサイド強引に、これはちょっと無理でした。そうでしょうね、アメリカらしくないちょっと攻めのリズムを失っております。そうですね、あまりにもインサイドにこだわってんじゃないですかね。サボニス、前半残り間もなく2分を切ります。
これは時間かけてほしいですね、ですねソビートは、はい、ソビートのオフェンスはですね、無理しないですね、はい、あーサーブミスが入った、ノーマーク、ナイスブロック、うわナイスリバウンド、リカバーですね、非常にこのサーブミスの動きがここまでの準々決勝までの試合とは見違える動きです、はい、ついにその差は10点、ジョージタン、ジョン・トンプソン監督、ヘッドコーチ、スミス、うまい、うわロビンソンの、デビット・ロビンソンというジャンプ力でしょう、はい、これで今日14ポイント目、アダムジム行った、コーティネーです、ボールはソビエトです、前半残り1分24秒です、今のようなルーズボールを追っかけるような場面がなかったんですよね、だからこういう場面が出てくるということはこれがアメリカのデンスなんですね、ははそうですね、はい、完全にソビエトが攻めあぐんで引っかかるというね、いわゆる、はいはい、引っかかるというケースがないですからね、ないですね、これまで完全に他のチームのボールにプレッシャーがないんですよね、ディフェンス、はい、これはシュートでしょう、3ポイント、あっとその前にファール、その前にファールではなくてバイオレーションあったんですかね、ファールですね、ファールですね、あのブッキングなんですね、はい、サーブとは関係ないところにサブニスのファールです、はいそうですね、サブニスこれで3ファール、これは引っ込めてほしいですね、サブニスですね、そのままですね、はい、ポイントゲッターの一人ソビエト7番のマーチュレンスが4ファールで現在ベンチ、これはできたらロビンソンがですねローポストでパワープレーをしたら面白いと思いますけどね、はい、いいんですが、これはちょっと無理、2メーターの2人に挟まれました、さあ走るサブリス、さあこの後気をつけないと、はい、さすがソビートのベンチ、ボールを取って渡さないタイムアウトを取りました前半残り50秒、残り50秒でソビエトタイムアウトを取ります、さあソビエトは心配なのは出来そのものは非常にいいんですが、はい、ファールが混んできたことです、そうですね、前半残り50秒、白髪のアレキサンドレ・ゴメルスキーヘッドコーチ、ソビエトは過去8回のオリンピックの出場でミュンヘンの優勝が1回あります、これが9回目の出場です、世界選手権は8回出場して3回優勝しています、まあ、このところですね、毎年のようにアメリカに遠征をして、はいはい、でアメリカとの交流をプロバスケットの交流も始めてるというね、そうなんですね、あの今度もですね、あのプロの2軍のようなチームがですね、あのソビートになんて呼んでですね強化したんですね、まあ、そういった意味で、ま、アメリカに接近しているというか、はい、アメリカのバスケットも随分こう吸収してきているソビエトですが、なんといってもオリンピックではアメリカの前に勝ったのは1回だけ、あの1979年劇的な逆転ゴールの1回だけでありまして、ミュンヘンオリンピック、アメリカはオリンピックその1敗だけ、なんと82勝1敗という圧倒的な強さを見せますバスケット王国アメリカ、しかしこの前半ソビエトに苦しんでいます準決勝、あの